はじめに主演になります成田教授を演じられました綾野剛さんです、えー。皆さんこんにちは綾野剛です。こんにちは。まあこうして、えー、公開ができていることをあのとても嬉しく思っています。えー、とても感慨深いですがもう公開できること自体があのいつも奇跡だなと思っていますのであの今皆さん見ていただいていかがでしたでしょうか楽しんでいただけましたかありがとうございます。 今日短い時間ですが、あのよろしくお願いします。楽しんで、えー、ください。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、合唱部部長岡里見を演じられました斉藤淳さんです。皆、えー、さんこんにちは。えー、岡里見を務めさせていただきました斉藤淳です。 えー、本当に本日はご来場いただきありがとうございます。えー、短い時間ではありますが、よろしくお願いいたします。こうやって初日を迎えてね。改めてどんなお気持ちか教えてください。彩乃さん、どうですか？いや、もう本当にとにかく嬉しいです。えー、っと、この映画はあの本当にたおやかで、あのとてもあの優しい作品です。なんか青春っていろんな形があると思うんですけど、こう？ 楽しいだけじゃなくてこう苦い部分だとか甘酸っぱい部分だとかそういう方がこうストーリーテリングしやすいと思うんですけどこうなんか一周回ってこの作品はある種の,その優しさみたいなものがこの作品を包んでいてまあそれは何かというとその岡聡美を演じた斉藤淳君の,この成長もそうですし次寸大の,あの彼の姿をですね この作品に焼き付けようと、えー、みんなが心からあ思って集結した現場だったというのがこの作品の、まあ、カラーになっているとそういったところを綾野さんと斉藤さんの関係性が、ね、こうじわ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 深まっていくのがまた何、ね、とも言えず愛おしかったですよね、皆さんね。い 斉藤さんはどうでしたか、今回こうやって愛乃さんと共演されて関係性を構築するのに、何かお二人で話し合ったりしましまたかいやそうですね、あのその前にちょっと、あの今の気持ちをしゃべってもいいですか、えっと僕自身、こういう映画に、うん、こんなにチャ,チャレンジな役で、こうやって大きく出させていただくことが初めてなので。うん でもあの今、今日からこうやってこの作品が放たれるということを考えてまだ気持ちが追いついていない部分が正直あるんですけどでも、こうしてこう今日から無事にこの作品が世に流れるという本当にこの作品に関わる全ての方々に本当に 感謝したいと思いますし、今こうして皆さんの前でこういった舞台で立てていることが本当に幸せだなというふうに感じています。すみません。素晴らしかったです。でもね、あのお二人こうやってずっと共演していて、今回もいろいろとインタビューを向けたと思いますけど、どうやってこう今の関係性気づかれました？今のですか。どう。 恋見てる <laughs> 可愛いですねどうやってでもやっぱりあの一緒の船に乗って一緒に恋で、まあ、作品っていうのは1人で作ってるわけではないですからあのみんな一員となって向き合いましたしなんかあの彼はあらゆることから目を背けず最後まで現場に立ち向かったっていうことがあのとても本当にリスペクトしていますし。 あの作品上、ヤクザと中学生が噛み合うはずがないんです <laughs>、なので、噛み合ってはいけないというオーダーのもと、僕たちは特に初めの30分、もっと言ったら、もう時間ぐらいはずっとその状態で存在しなきゃいけないのですごく不安だったと思いますし、確かな手応えを感じられずに帰っていくことも、噛み合ってないので。 噛み合わないっていうことが必要になってくるので、まあ、そういった部分も最後までね。一緒に何とかやり遂げることができて、はい、あのとても嬉しく思いますね。はい、どうですか？斉藤さんはいや、本当にでも難しかったです。本当にこう噛み合っちゃいけないっていうのもまあ、1年前は本当に自分が理解できないぐらい。本当に。 難易度が高かったなっていうふうにこう取材を受けてだったりとかこう自分の言葉にしていくうちにだんだんと実感していくっていう部分があの多かったんですけどそうですねやっぱりでも現場では本当にこう2人でいる空間っていうかそのセットだったりとかっていうので慣れないようには心がけてましたはいだからこうカラオケのセットで入ってる時とかはすごく違和感がありましたし